ホラーナイト。早い、いいね、明るい感じタイム好き。早い、怖いからね、明るい感じ来てほしいよね。もう完結やな。おい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 、ホラーナイトすぎる。通り疲れそうなんですよ。怖いな、怖いな。今日はいつも通り調査班ホラーナイトをやりまして、最後にあまりにも不気味なメッセージがちょっと届いてますので見ていきましょうか。うわ、お願いします。お願いします。一つ目の動画、霊感ある女性とのテレビ通話中に完全に首を絞められた女の人と電話をしまして、リコさんね、リコさん、まあここにお化けがいるよみたいなこと言ってたんですよ。そしたらいきなりもうめっちゃびっくりするやん。何掴まれちゃってっていう話なんですけど、なんなんこのちょっと関西調は。8分4秒で奇妙な音が入ると。なんでしょう、奇妙な音。怖いね。なんでこんな舐めてんだっけ。怖この動画、怖この動画。まあピューですね、これは。怖いなとかないけど。そう、ない。ピューです。まあ我々はこのクラスでは怖いとかない。楽勝です。そうっすね、ちょっと前回、前々回の我々のあのうーってなっているのがどれだけ怖いかよくわかります。そうだね。よかったよ。けそれ何、なにこれ、知らん俺。あのイニシャル D 好きな人だったらもう今腹抱えて笑ってる。たまらないです。最強の自殺心霊スポットで女性の声が聞こえました。これやばかったね。あ、これやば。これは軽井沢に旅行行った時に近くにもう超有名な何十人も自殺してしまっている最強の橋がありまして、島田秀平さんの話も出てきたね。そこに行こうってなって行ったんですけど、なんか本当に奇妙なこと起きて、誰もなんか葉っぱあるとか言ってないのになんか月虫が、ね、めっちゃ全員体の半分にだけついてる。動画にもね、なんか結構顔っぽいのが何個もつ、え、始まった。6分38秒でね、なんか聞こえると思いますよ。今日なんか舐めてゆる声は確実にした。もう絶対入ってる。全く同じ髪型。え、やばいってこれ。呪音やね、呪音。ちょっとやべえやつ。そのマイク超チケ。声は確実にした人、もう絶対入ってる。全く同じ髪型。これやってますわ。やばくない？え、みんなの反応的にね、俺らじゃないの。一切反応しないからね。ゲッ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 。霊に寿命が存在するということです。あー、ありましたね。やったね。2分43秒。はい。なんか僕の声に紛れて変なのがいて。このことから400年って言われてるんじゃないかって言われてる。これこいつだろ。これはようだよ。アホでブスなやつだ。やめろ。マイナスプロモーションしかしてない。アホは褒め言葉。続いて蒙古タンメンのやつですね。あー、死んでたね君たち。この動画2分55秒で左上に顔が大量にあると。僕見た感じはもう見にくいので、ちょっとこれも本当なんか詳しく知りたいんですけど、見てみます。何かを吸ってる恐兵一番嫌いなんだ。うざいわ。どこ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 ？鏡ってことよね。鏡でしょ？左上。これはちょっと待って、俺めっちゃ顔に見える。どれ？どれが？めっちゃ見える。これじゃない？俺それじゃないわ。俺これ顔に見える。どんどんうざい。めっちゃ。ちょっと見た瞬間、まあどんどん。俺も4回ぐらい聞いてるもん、どんどん。無理どれ？これだよね。俺もそれなんだよね。顔や。やばいよ。顔やばいよね。クソ顔じゃん。これやばい。もういいって。俺こうね、斜めの角度の方が一番やばい。え？確かに。超顔、超顔、超顔。やばくない？鏡ってやばい。やめよ、やめよ、やめよ、やめよ。これやばい、これやばい。どんな顔で言ってんだよ。いい加減しろ。買うぜ、これ。鏡ってやばいじゃん。お前が一番やばい。なんでこれかと思ったんや。これも顔じゃない？え、そこだ？え、それじゃないの？これ。あ、てか俺普通にこれかと思ってたんだけど。これも顔じゃん。え、どう？どう顔？あ、これのこと言ってたのか。俺は上のこと言ってる。ちょっと違う。この上で。おお、なんだ。
この顔ガチすぎだな。下やっぱ鏡に映ってるからね、あれ、超女、めっちゃ女の人。あー、女なんかね、そのみんなが見てあのピンクのほらずっとめっちゃ言ってる。この魅力やばい。やばい、マジやばい。ちょっとこれやばい、これマジやばい、今日やばい。ほら、また言った。何が聞こえるの。え、開けるか。何が聞こえるの。やめよ。え怖い、なんかあんま何の音。ドアもう目の前な気がするんだよ。え目の前だと思う。え、音通った。え待って、やめよ。えやめよ。こっちには映ってないだろ。俺今白いパッて通ったよ。ちょっとやめよ。一回開けてみる。やめよ。いや、音がね、違うね。うん、そう、いつもとテンション間違えた。開幕ふざけまくる。そういうのも多分もうちょっと締め切られてる。そういう気持ちにさせようみたいな。いやだってもう意味わかんないぐらいテンション高かった。ちょっと怖すぎるんで、もうメイン題材いきましょう。はい、第1回目の逆再生ですね。なるほど。まあちょっと詳しくはあの概要欄にもう細かく使った動画を載せてありますので、そこからまた調査をお願いいたします。はい、お願いします。3分41秒ですね。逆再生やだな。なんだろうなこれ。皆さんに聞いてみましょう。言うてる。音とかじゃないんだ、もうトントンって言うてる。これね、右サイド側ね、やばい気がするんですよ。トントントン。こっちはね、もうなんか違うんですよ、恐怖度が。今日なんもない。お前こっち来て、もう一回聞いてみましょうか。うん、逆再生やだな。なんだろうなこれ。皆さんに聞いてみましょう。一番苦手なパターンなんです。まあ、でもこれはもうメインじゃないですからね。あ、これメインじゃないんだ。え、違う、これじゃない。だいぶやばいけどな。続いて9分14秒でちょっとヤバめの声が入って、光に悩んで大丈夫。怖いか。まあヤバいヤバい。うわ、何ちゃんって言ってる。なんか言うてる。しんちゃんって言ってんの。大丈夫。怖いか。まあヤバい。うわ、なんだ何よ。ちょ、え、これガチ。何死んだらいいんじゃないって。いや、ほんまに間違いなく完璧に聞こえた。死んだらいいんじゃないって。え、しんちゃんと聞こえなかったけど、なんか来た。やばすぎ、やばい。やめましょう。これはもうリプレイもしません。またもう皆さんに聞いてください。メインに行かせてください。今日は怖すぎます。え、これメインじゃないの。違うんです。あれ、これじゃない。これね、取り出すって今何がやばいって、大体ね、その同じ声なんですよ。なんかね、もうやばいんですよ。最後16秒です。もうパパッと終わります。これは怖いんで。はい、あー、ほら、なんだめっちゃでかく聞こえるけど、なんだ、なんつって、なんか言ってるよね。こっちに来てって言ってます。こっちに来て、こっちに来て。あー、ほら、マジや。やばすぎる。音量でかすぎる。やばい、本当にやばい。超女子も、これ命かけて言うけど、一切そこに女の人とかいないから。いるわけないから、マジで。何も誰もいない。気持ち悪くなってきた。もうちょっとそのまま裏見せてあげて。ノーカット。もう裏、後ろ、誰もいないっていう。これノーカット。今、はい、もういるわけないから。はい、いつもこんな感じです。はい、怖いです。こんなマジで入り込むことってあんの。声がさ、今まで女性の声で京ちゃんって聞こえないの。え、今呼ばれてるやん。名前がしっかりしてください皆さん。しっかりしよう。ちょっとこの二人ヤバそう。なんかマジでヤバそう。最近都市伝説とか、まあホラー、まあそれ以外の動画もね、ちょっとたくさん見てもらって、まあいろんな高評価いただいて、なんと急上昇にね、ちょっと乗りまくりっていう事態になっております。事態でしょ。ありがたいです。光栄なことにね、乗りまくってるんで、これからもね、ちょっと皆さん頑張っていきますので、いろいろ見て高評価の方していただけると助かります。はい、まあもうこれは多分誰が見ても怖いと思うんで、もう少しでもね、ゾッとした方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。
じゃあノリの問題のシーンを聞いてみようか。見んのかよ。大丈夫。やばい。やばい。やばい。本当だ。もうこっちの方がやばいよ多分。うん、聞こえるやばいよね。ノリの見た通りに。これやばい。消すよ。消そう。今の俺だ。今の俺だ。ねちょっともう泣きそうになってきて怖すぎて。何？もうやばい。マジやばい。今日やばい。今の声だよ。うん。気持ち悪くなった今。何？今俺多分俺なんだけど、俺が出そうとしてない時に声出た。なんかね、そのみんなが見てどうなんだろうな、これ。皆さん、ほら、やばい。